国立環境研究所福島支部の戸川と申します。適用プログラムプロジェクト 3-7 では、適用策立案支援のための地域循環共生検証の研究開発という、タイトルで研究を進めております。この研究の大きな目的は、気候変動の影響が地域内に波及し、生産生活に影響を与えるメカニズムを明らかにし、その影響をアウトカムの視点から評価するための方法を開発することです。そのために、3つのサブプロジェクトから構成されています。で、1つ目のサブプロジェクトは、気候変動影響及び気候変動適用に関するインパクトチェーンの構築ということで、インパクトチェーン、日本語に直すと影響連鎖なんですが、これは海面の上昇であるとか気温の上昇、それから降水量の変化等の気候変動の外力といわれるものが、地域の中のさまざまな気象に対して影響を与えていくプロセスを、こういった、インパクトチェーンの図として視覚化するというものです。で、これは気候変動影響の21分野についてこういったものを制作しております。2つ目がアウトカム指標による気候変動影響、気候変動適用の評価システムの構築です。これは、気候変動のうち特に住民の生活の質に、関連する指標を抽出しまして、それらの指標に対する市民の価値観を、調査します。具体的には、根性糸分析という手法を用いまして、例えばその熱中症のリスクが上昇することに対して、どれぐらいの貨幣的な価値を市民が持っているかといったようなことを調査します。で、それを、重みを推計しまし、アンケートによる重みを推計しまして、で、市町村単位で生活の質を評価するということをします。これにより将来気候変動の影響が、どれぐらい の貨幣的なインパクト、経済的な価値で評価した場合のインパクトになるのかといったことを、特に住民の生活の質の視点から評価するというものになります。3つ目が地域気候変動適用センター、自治体等を対象とした地域適用計画の策定支援というものです。これは、地域の自治体の皆さんや、気候変動適用センターの職員の皆様を対象として、それぞれの地域に特有の気候変動影響を整理すると、特にインパクトチェーンの手法を用いて視覚的に分かりやすく整理するということで、それぞれの地域におけるリスクであったり、適用策の、あり方を、調査する、研究するというものになっています。これが自治体の皆様とのワークショップにおいて、作成したインパクトチェーンの一例です。これは災害分野に関するインパクトチェーンになります。で、構造としましては、一番奥の薄いブルーの部分が気候変動の外力に相当します。極端現象の増加ですね、それから降水量の変化等が外力にあたります。で、黄色い付箋が中間影響というものになります。これは気候変動の結果、地域にどのような影響が連鎖していくかといったものを、表しています。で、このピンクの付箋が、その影響の連鎖の結果、最終的にきつくアウトプットになります。洪水とか内水とか土砂とか暴風による人命や経済損失といったものになります。で、この、グリーン、緑の付箋が地域の脆弱性に相当します。河川の整備の状況であったり、森林のマネジメントの状況等々が当たります。で、
でこういった脆弱性に基づいてどういったのような適応策が地域に必要かといったものがこの濃い青の付箋になります。で、まあ、このような、インパクトチェーンのインパクトチェーンを、まあ、ワークショップ形式で、まあ、作成することで、まあ、地域の脆弱性がどのようなものであるかとか今後必要な適応策はどのようなものであるかといったことを、皆さんで議論しながら作ることで情報を共有するということができるようになっています。